ビアンキーカルテとはレッスンに参加されている一人一人の生徒さんのパン作りを児玉シェフが個別に診断して指導していく個別指導プログラムです。各自事前にパン作りのビデオとパンを提出してシェフの診断結果をレッスンでフィードバックしていきます。カルテを開始してから8ヶ月が経っていますが、その効果は予想以上でシェフもスタッフもびっくりしています。今までのレッスンと比べて参加されている生徒の皆さんの上達のスピードがとても速く、獲得する点数が短期間で大きく伸びる方が数多くいます。シェフのような一流な技術の持ち主に具体的なウィークポイントを一人一人個別指導していただくことは、短い期間で大きな成長を生み出す原動力となっているみたいですね。まず出来上がったパンがすごく美味しかったんですよ。パンの甘さってあるんですけど、これやっぱり砂糖の甘さはもちろんなんだけど、美味しいご飯って甘いように美味しいバターロールも同じようにね、甘みが出るんですよ。本当にパンとしての香りがすごい良かったんですよ。ただね、焼き上がったパンが内装がスカスカ、伸ばすでしょ、はい、置くでしょここで、はい、もうそれしかないんですよ、考えられるのが。ここでどんどん薄いから発酵 しやすくなっちゃうんですよ、はい、でさらにたんですけど2回に分けて伸ばしちゃったんですよ。だから発酵しすぎちゃうからボリュームもかけるし内装も荒れるしなんですよ。このあと巻くときに下にギューって押さえすぎてるんですよ。だから横へ伸びちゃう。トンの具合がどんぐらいトンしてるの、うん、たまに軽くでしょ、軽く鉄板のコンってやるやつが多いんだけど、やった方がいいです。やんないとダメだよ。あ、そうなんですか、うん、もう結構ね、バターロールに限らずどんなパンでも大体もう一緒なんですよ。フランスパンでも食パンでもバターロールでも何でも一緒で、やっぱりどんだけ生地と向き合えるかっていうことで、一人一人のウィークポイントを指摘することですごいね、パン作り上手になった方、もちろん美味しいパンが焼けるようになった方っていうのが増えたので、やっぱりこうカルテの重要性っていうのを改めて感じました。